歯科技講師養成所とは、厚生労働大臣に指定を受けた歯科技講師を養成する施設である。文部科学大臣の指定を受けた歯科技講師学校とは区別される。卒業すると歯科技講師国家試験の受験資格が得られ、2年間でおおよそ300万から400万ほどの学費がかかる。近年、大学全入時代、少子化などの影響で志願者は減少傾向にあり、 将来の高齢化社会に向け臨床現場では人材不足傾向が強い。2000年頃までは72校で教育が行われていたが、志願者の減少に伴い平行、陛下が続き、2019年4月現在では大学3校、短期大学2校、専門学校48校の合計52校で教育が行われている2021年現在、大学である。 四鍵講師要成書は、募集停止校を除き三校存在する。2021年現在、短期大学である四鍵講師要成書は、募集停止校を除き二校存在する。2021年現在、専修学校、または各種学校である四鍵講師要成書は、募集停止校を除き四十一存在する。2021年現在、 特別支援学校である、歯科技講師養成所は、募集停止校を除き1校存在する。尾崎哲郎、第16章子デンタル教育、歯科医学教育白書2014年版日本歯科医学、教育学会白書作成委員会委員長、桑田文幸委員、笠井和隆、佐藤裕二、田口祐弘、田中昭夫、沼部幸弘。 高校保健協会、日本史科医学教育学会雑誌別冊、東京都豊島区、2015年12月20日、第1版、162から169ページ。ISBN 978から4から896053159。ニシッド BB01485336. ありがとうございます。